あ、鳥も何もないんだ。祠しかないんだ。はい、こちらがね、諏訪神社ですね。この周囲の雑木林でいろいろとね、変な音が、ずっと鳴ってるよ。はい、そんなわけでこちらが諏訪神社です。はい、ここはだいぶマイナーなスポットですね。諏訪神社付近の雑木林という名前ですね。こちらが天神社。あれ、諏訪神社じゃない？あ、あるか。諏訪神社 0.2km 200m 先にあると。まあ、ここ諏訪神社がどうという話ではないんですよね。雑木林の中で、動画撮影を行うと変な音が入ったりすることがあるということで、その諏訪神社の付近の雑木林、そこで何かがあるというような話があるようです。日中なのでね、まだ明るくて様子も見えるからあれですから、沼とかあるんだ。これ沼ですね。結構パキパキっていうのは天狗落としの音が。で、ここなぜそんなことが起きてるのかというと、付近で自殺した人がいると、こっちにも沼あるんだ。なぜそんなことがね起きてるのかというと、付近で自殺した人がいると言われているためだそうです。で、この辺り夜になったらね、本当に暗くなるので不気味になると。なんかあれだな、農機具声も朽ちてるし、これ元畑か田んぼかですよね。でもシダ生えてるから家だったのかな。結構ね、家の跡とかシダが生えやすいんですよね。理屈は分かんないですけど、めちゃくちゃカンコンカンコンなってる。まだ夕方なんですけどね。大間が時ってやつなんですかね。あ、石段が出てきましたね。おそらくこれを登っていけば諏訪神社があるんじゃないでしょうか。そこも謎に平らだけど、また沼か。沼が多いな。あ、鳥も何もないんだ。祠しかないんだ。はい、こちらがね、諏訪神社ですね。この周囲の雑木林でいろいろとね、変な音が、ずっと鳴ってるよ。はい、そんなわけでこちらが諏訪神社です。ここがどうっていうよりも、この周りの雑木林ですね、それから変な音がするというような話があるようで、それが付近で自殺した人がいたからだと言われてますね。中に何もないんだな。ないよね。倒れちゃってる？あんま良くないですね。
さっきまでうるさいほどカンカン鳴ってた音がここまでたどり着いたら一旦止まりました。お、今度はそっちカポーンみたいな音が。まあこの神社があるためなのか、この辺の地名松井諏訪ヶ原って言って、ちょっと南の方には諏訪ヶ原公園とかもあったりするんですよね。なんですけど、この神社自体はこんな感じで、あまり人の手が入ってないような、ちょっと荒れてる、言ってみたらちょっと荒れてるようなね、状況になっちゃってるっていうのが、なかなか物悲しいものがありますけど、これ中の神事が、なんだこれ、倒れてんのかな。うわ、なんかみかんの皮とか掘り入れられてんじゃん。これは良くないですね。地名の由来にもなってそうなね、お社なのにもうちょっと大事にしてあげてほしい気はしますね。ああ、またそっちから音がして、しだしてますね。また再び音が復活してますね。はい、じゃあ降りていきましょう。行く途中に沼が何個もあってね、もともとまあ多分農業用のため池みたいな感じだったと思うんですけど、まあ耕作放棄地なのか、使われてない感じの、めっちゃ近いところでバキっていったな。まあ竹が多いから竹の中の空気が抜けたりすることだと思うんですけど、あ、こっち沼ちょっと登れそうですね。うわー、沼だな。カメか、なんか、あ、カメがいます。うわー、これもう良くないよ、これこんなの全体的にあんまりよろしくないぞ、この辺。地元のね、子供たちはここによく肝試しに昔は来てましたよっていうお話だそうですね。ここもあれだな、耕作放棄地なのかな。はい、そんなね、諏訪神社の周りの雑木林見てきました。